開拓の旅で何かわからないことがあったら、万能なベルトさんに尋ねてみるといい。アニメの制作から歴史の研究まで、この頼れる先輩はまるで百科事典のように何でも知っている。ベルトが得意とするアニメで例えるなら、普段は目立たなくてもいざという時に実力を発揮する頼もしい先輩といったところだろう。ベルトは虚無の運命を歩む虚数属性キャラクターで、エデンの星で重力を操作して戦う。通常攻撃重力制圧は敵に虚数属性ダメージを与える。戦闘スキル虚空段階を発動すると、ベルトは3回斬撃を放ち、指定された敵単体とランダムな敵に合計3段のダメージを与えられるんだ。戦闘スキルが命中すると、一定の確率で数ターンの間敵の速度がダウンする。ベルトの攻撃が減速状態の敵にヒットした場合、虚数属性の負荷ダメージを与えられる。探索中に秘技ガチイロンを発動すると、一定時間継続する特殊領域を作り出すことができる。領域内では敵の移動速度がダウンするほか、領域内で戦闘に入れば一定の確率で敵を禁錮状態にできるんだ。禁錮状態の敵は行動順が遅延し速度がダウンするぞ。あと味方による領域効果は最大1個までだ。必殺技疑似ブラックホールを発動すると、エデンの星の力が解放され敵をブラックホールに吸い込む。敵全体が虚数属性ダメージを受け、一定の確率で禁錮状態に陥る。再び冒険の旅に出たベルトは、ようやく最盛期の力を発揮するチャンスを得たのだ。ベルトの初手は虚空段階、複数の敵にダメージを与え減速させた。そして次のターン、ベルトは再び戦闘スキルを発動。敵が減速状態にあったため、今回の攻撃は負荷ダメージを与えた。敵が反撃に出ようとした瞬間、ベルトは即座に必殺技を発動。疑似ブラックホールが全ての敵を飲み込み、ダメージを与えると同時に敵の行動を封じた。敵の遅れは味方のチャンスだ。敵が束縛から抜け出す前に味方が追い打ちをかけ、戦闘に終止符を打った。雑談中にベルトが口にした一言半句から、彼の波乱万丈な過去がうかがえる。人類を救うために戦ったこともあれば、会社と自宅を往復するだけの日々もあった。その穏やかな生活がベルトの闘志をそぐことはなく、再び冒険に出た彼は今、久しぶりに熱い血をたぎらせている。